皆さんこんにちは。俳優の松平健さんの2度目の結婚相手として知られる元女優の松本ゆりさんが話題です。今回松本ゆりさんの生い立ちや経歴、共に芸能人の両親など家族、松平健さんとの馴れ初めや結婚、子供の出産、息子の健太さん、自殺とみられる死因や遺書の有無などについて紹介します。松本ゆりさんは1980年代終わりから1990年代にかけて活躍した元女優で、俳優の松平健さんの元嫁としても知られています。松本ゆりさんは高校に入学したばかりだった1984年6月にアイドル歌手として芸能界入りし、ファーストシングル「過剰にオンリーユー」「情熱」「ため息」「恋魔術」でデビュー。1984年9月リリースのセカンドシングル「ボーイキラー」は明治製菓のチョコレート菓子「ハローウッディ」の CM ソングに起用され、本人もこの CM に出演するなど売り出されました。その後松本ゆりさんは1985年まで歌手として活動した後に俳優に転身し、連続ドラマや2時間ドラマ、時代劇ドラマなどへの出演を中心に活躍しました。代表出演作品としては1987年公開の映画「シャコタンブギ」や1988年の NHK 連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」、1989年の NHK 大河「春日局」などがあります。また松本ゆりさんはこの女優時代に後に結婚相手となる松平健さんの代名詞的作品である時代劇ドラマ「暴れん坊将軍」にも何度もゲスト出演されています。松本ゆりさんは俳優の天野真嗣さんと元宝塚女優の若鈴子さん夫妻の間に生まれ、幼い頃から芸能界に親しんで成長した生い立ちを持ちます。松本ゆりさんが芸能界に入ったきっかけは、中学生だった1983年にフジテレビのバラエティ番組「オールスター家族対抗歌合戦」に父親の俳優天野真嗣さんの娘として出演し、芸能プロダクションの目に留まってスカウトされたことでした。松本ゆりさんの父親は1950年代から1990年代にかけて活躍した俳優の天野真嗣さんです。天野真嗣さんは慶応義塾大学文学部2年生だった1953年に劇団新国劇にスカウトされて舞台俳優になり、1961年に新国劇を退団後はテレビドラマや映画を中心に活躍しました。若い頃は二枚目俳優として人気を博し、1962年には青春怪談、桂小五郎などの連続テレビドラマで主演を務めています。その後1965年に昼メロドラマの共演で知り合ったという元宝塚女優の若鈴子さんと結婚し、1968年に娘の松本ゆりさんが生まれています。ところがそれから数年後に天野真嗣さんと歌手の西川美音子さんとのスキャンダルが報じられ、これをきっかけに嫁の若鈴子さんは松本ゆりさんと息子を連れて家を出て、やがて離婚となっています。松本ゆりさんは暴れん坊将軍でも何度か共演していた俳優の松平健さん、2005年10月12日に結婚しています。ただ2人の馴れ初めは暴れん坊将軍の共演ではなく、2004年に松本ゆりさんが松平健さんの出演舞台を感激したのがきっかけだったそうです。松本ゆりさんと松平健さんは馴れ初めからすぐの2004年10月に交際をスタートさせ、約1年の交際期間を経て結婚しています。松本ゆりさんと松平健さんの結婚は14歳差の年の差結婚であることも大きな話題になりました。また松平健さんは松本ゆりさんとの結婚の2年前の2003年に女優の大地真央さんと離婚していて再婚でした。松本ゆりさんと松平健さんの間には結婚からちょうど1年後の2006年10月31日に子供が誕生しています。松本ゆりさんと松平健さんの子供は息子さんで、名前は健太さんであることが公表されています。松本ゆりさんはこの息子の健太さんを出産後、子育てや家事などに専念するため、松平健さんの嫁の立場としてのマスコミへの出演も含めて一切この場には露出しなくなり、事実上芸能界から引退しています。松本ゆりさんと松平健さんの息子の健太さんの詳細な情報は名前と生年月日以外は公開されておらず、顔写真も不明ですが、2011年頃には
有名私立幼稚園に通っていることを一部週刊誌が報じていました。松平健さんと結婚し、息子の健太さんも誕生するなど、幸せに過ごしていると見られていた松本ゆりさんでしたが、2010年11月15日に42歳の若さで亡くなられています。当時の報道によると、松本ゆりさんは自宅のドアノブにロープをかけて首を吊った状態で発見されており、死因は自殺と見られています。その後の報道などによると、松本ゆりさんは松平健さんとの結婚後に、最愛の母親である若鈴子さんを自宅に呼び同居していたようです。ところが、ほどなくして若鈴子さんが体調を崩し、松本ゆりさんはその介護を献身的にされていたようです。両親が離婚した松本さんは母と仲が良く、常に行動は一緒。松平も、お母さんの体が弱いから面倒を見ている。そういう家庭的なところが好きと話していました。介護も献身的で、近所の年配男性は、松平さんの奥さんは、亡くなる前のお母さんを、介護サービスの車に乗せた時の甲斐しい姿が印象的だった、と話しています。しかし、2010年6月に若鈴子さんは病気で亡くなり、これをきっかけにして松本ゆりさんは精神的に病むようになり、知人に対して死にたいと漏らすこともあったということです。その若さんが亡くなった直後から松本さんに、異変が見られるようになりました知人に死にたいと漏らし、うつ状態に陥っていたようです。松本ゆりさんが亡くなった当時、息子の健太さんはまだ4歳と幼く、シングルファザーとなった松平健さんはベビーシッターの助けも借りつつ、忙しい俳優業と並行して懸命に子育てをされている様子が、週刊誌やワイドショーなどのメディアでたびたび報じられていました。松平健さんは、息子の健太さんに松本ゆりさんが死去したことをうまく説明できなかったそうですが、その後、息子の健太さんが成長されたことから、きちんとその死を伝えられ、現在は親子で松本ゆりさんの毎月の月命日にお墓参りに行っているとのことです。松本ゆりさんの死因は自殺と見られていますが、遺書の有無は公表されていません。松本ゆりさんが遺書を残されたかどうかは不明ですが、警察の調べによれば事件性は見られないとのことで、死因は自殺とみて間違いないようです。今回は、松平健さんの2度目の結婚相手としても、知られている元女優の松本ゆりさんについて紹介させてもらいました。松本ゆりさんは、父親に俳優の天野真嗣さん、母親に元宝塚女優の若鈴子さんという芸能家族で育った生い立ちを持ち、自身も中学生の時にスカウトを受けて、高校在学時に歌手としてデビューされています。その後、松本ゆりさんは女優に転身し、その頃に暴れん坊将軍に何度かゲスト出演して松平健さんと共演されています。その後、松平健さんの出演舞台を松本ゆりさんが感激したのを馴れ初めとして、2005年10月12日に結婚し、1年後の2006年10月に子供も生まれています。松本ゆりさんと松平健さんの子供は息子の健太さんで、2021年12月の現在は15歳になっているはずだと思います。結婚と出産など、幸せに過ごしていると見られていた松本ゆりさんでしたが、結婚5年目の2010年11月に42歳という若さで亡くなられています。死因は自殺と見られていますが、遺書の有無は公表されていません。ただ、松本ゆりさんはその死の半年前に、最愛の母親の若鈴子さんを病気で亡くしており、周囲に死にたいと漏らしていたということから、母の死をきっかけにして精神を病み、自ら命を絶ったのではないかと見られています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。